今週はい、我々気合いを入れてですね、はい、五輪 T シャツを、はい、僕もこれ五輪 T シャツなんですよ。めちゃくちゃ分かりにくいこれ総柄です東京2020ってすごいいっぱい書いてある。そう、めちゃくちゃ書いてます。最後の裏の背中も書いてますからね。画面上であんまり、はい、ずっと前年ですよ、はい、ちょっと分かりにくいんですが、はい、あのショップにわざわざ行きまして、ね、行きまして、はい、それであのどれ買おうかなと迷った挙句これにしました。いや、はい、すごい、もうね、東京五輪は金メダルだけでも20個ですか、はい、そうですね、もう過去最多ですし、はいはい、今も野球とか、はい、卓球、はい、しかも野球は日韓戦っていう、そう、すごい盛り上がりそうな試合をやっていますからね。大変楽しみなんですけど、はい、おそらく、うん、まあ、合ってんのか合ってないのか分かりませんけど、はい、皆さんからのコメントで、はい、大体分かってしまう、ね、いろいろこう知らされてしまうんじゃないかなと、はいはい、昨日の奥山さんの時なんか最悪ですよ。本当ですか。本当に、はい、サッカーですからね。あ0-0 ですとか、前半終わりました、後半終わりました、延長ですとか言って、で僕見ないようにしてた、はい、で見ないようにしてて、終わった時に、はい、ちょっともう今日の放送早く終わって、うん、帰って見るんでみたいな、うん、PK 見るんでみたいな感じで言ってたら、はい、もう PK じゃないよ、決まったよって負けたよって感じで、結果を知らされてしまう。そうそうそう、いや画面見ないようにしてたから、はい、そうそうそう、そう PK、PK だからみたいな感じで言ってたら、いや、あの間に決まったのみたいな、そう、最後の7分ぐらいの時に決められたでしょ。もう全部バレちゃいますからね。そうそうそう、もうその、はい、ポイントというか、はい、点数というか、そうなんです、はい、はい、まあ、これがまあネットの生配信ならではの、そう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 まあしゃあないなこの仕事はと。そうですね、野球同点だみたいな、コメントありましたけど、テンション下がるね、ちょっとテンション相手韓国ですからね。いや、もう一番嫌なんだよね、うん、今回サッカーがメキシコで良かったなと思うんだけど、あれ、メキシコに韓国が勝ってて、うん、3位決定戦で銅メダルを韓国と日本で戦って負けたと思ったら、もう、うん、もう五輪のメダル全部なかったことになるからね全部消えるからね。いや、消えはしないですよ、消えはしない存在はしてるんですけど、それぐらいすごい嫌だなって思うことですよね頭からポンと飛んでしまうっていう、はい、まあ、そんな感覚です、ね、バレーボールで負けたのも嫌だもん、女子が、はい、いや、韓国もだから頑張って、まあ、むしろその韓国の方こそ日本と当たったら燃えるんでしょうね、うん、はい、燃える、だ全然違う力が出てくるからね、うん、気迫で絶対負けないっていうことですよね、はい、でですね、はい、今このオリンピック盛り上がってるんですけど、うん、はい、これなんか東京新聞がなんかひどい報道するなというのがあったんですよね、うん、はい、五輪日本のメダルラッシュの陰で80代夫婦が孤独死か、東京板橋のマンションという、はいはい、まあ、これ東京新聞の記事なんですけど、うん、男子100キロ級と女子78キロ級で日本勢が揃って金メダルを獲得した7月29日、東京都板橋区にある、旧公団マンションの一室で80代の高齢夫婦と見られる遺体が見つかった、はい、玄関は施錠され、エアコンやテレビはついたまま、2人はいずれも死後3週間ほど、五輪が開幕する前に誰にも気づかれないまま息を引き取っていたと。五輪何の関係もないんですよ、五輪何の関係もないのに、はい、こういう見出しをつけて、じゃあ要は五輪をやってるからひっそりと死にましたよみたいな感じでマスコミは持っていきたいと、うん、五輪をちょっと反対っていうかね、はい、にしたいということなんですかね、ネガキャンをやりたい、ネガキャンをやりたいということなんですかね、うん、全く何にもこれ関係ないよね。そうですね、普通に夏は熱中症でお亡くなりになる人もいるし、うん、高齢者の方っていうのは孤独死っていうのは全然普通にある話ですからね、うん、はい、五輪関係ないですね、ま、全く関係ないんですけど、はい、東京新聞ですね、東京新聞望月磯子が書いたんじゃないですか本当しょうもない記事だなと、はい、このインターバルの間にですね、はい、なんと山田哲人選手がタイムリー打ったと、そうですね、いうことで、はい、日本対韓国、はい、オリンピックの試合、はい、やりましたね、はい、ちょうど我々もこの期間中見てたんですけど、はい、和田さんが消した途端に山田が打ったの、そう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 、ちょっともう時間ないなって、ね、いや、韓国の監督がシャシャリ出てたでしょこれ時間かかるなと思って消した途端に打ったらしいっす和田さんが消して、いや、どうなってるのかなって僕が気になって、はい、なんかヤフーかなんかの、はい、このページ見たら、はい、5対2になってた、ってもう消した瞬間に見たかったタイムリー、2球目ぐらいまでに打ったってことだね、打ったんでしょうね、本当にもうすぐ多分打ったんでしょう、はい、いや、よかったよかった、はい、しかも8回裏とか、嬉しいんだけど見たかったね見たかったですね、もう実況やるかって話まで出たからねもうもう気になったら、もうずっと見ちゃいますよね、そうそうそう、はい、1球目だな、はい、なるほど、さすが山田、はい、
それは本当にずっと言わなきゃいけないことだなと思ってて、はい、もう今コメントは日本勝ったっていうので、はい、いっぱいになってますけど、なってるね、やりましたね、はい、これ野球勝ったっていうことでいいですよね。そうですね、これはほとんど勝ったんだと思いますけども、はい、僕は何を言おうと野球見てんだなって、はい、いくらいいこと言っても、はい、今もみんなもう野球に釘付けになってますから、はい、そうですね、あ、張本も勝ったって本当かそこはガセかガセやで全然わからない張本盗塁成功違う盗塁成功違う競技があ、張本が2勝したんだあ、にはこれちょっとすごいな、すごい試合ね。そうですね、いや、はい、また気になりますけど、はい、もうやっぱ時間遅いですよね、結構この卓球の団体とかやる、これ多分視聴率が取れるから、うん、日本の時間に合わせてやったんじゃないかなと、うん、今ならだってアメリカとかでも朝になってますから、うん、アメリカ人見ないじゃない、うん、卓球を、卓球は見ない、卓球見ないからだからもともとテニスを朝の11時にさせようとしたのはアメリカなんですよ、ジョコビッチの試合、うん、ところジョコビッチが暑いからやだっていうことになったんで、うん、夕方になったんですよ、うん、最終的に遅れて、うん、たのもあって本当は3時だったんですけどそれ遅れて、だから錦織に負けたんですよ、うん、ベストの状態だとジョコビッチが勝てないんで、はい、上位互換なんで錦織の、うん、だから本当は11時のねめちゃくちゃ暑い時にやらなきゃ勝てなかったと思うんですよね血のりを生かして、そう血のりを生かしてもう残念だったよあれ、あもう夕方になった時点でこれジョコが絶好調で来るなと思って、はい、いやでも良かったですね、とりあえず野球は勝ったんで、野球は勝ったんで、えということはもうメダル確定ですか。確定です、確定、確定です、金か銀、金か銀はやりましたね。日本は野球は、はい、やっぱベストメンバーで来てるんで、うん、やっぱ金取らなきゃいけない、そうですね、ですよ野球に関しては、うん、はい、決勝どこなんでしょうね、ん決勝どこと当たる、あ結局アメリカが敗者復活戦に行っちゃってて、うん、韓国とももう一回多分当たると思うんですよ、はあ、だから韓国とアメリカの勝者になるかなという感じです。またこれ韓国が決勝で来る可能性があるんでいやそういう時に韓国また気を吐いて、うん、気を吐いて、そうかいやこういう時強いからね、そうですね、なんだかんだ韓国っていうのは強いチームなんですよ、うん基本的にははい、はい、基本的には強いチームで、はい、うん、それがその日本戦になると150%ぐらいの出してくるんで、なんでこの力あるんだってぐらい出してくるんで、うん、サッカーと野球はね、そうですね、 150% でくるんで、 150% 、うん、いや本当なんか、まあ、実際ね、いやサッカーは宿命のライバルって言われてもいいんですよ、うん、とは野球はもともと弱かったんだから、うん、宿命のライバルっていう言い方をテレビでされても僕は嫌なんですよ、まあ、確かに宿命ってもそんなやってないよなっていう、ここ数年だけ強くなったからだけで、うん、宿命のライバルって言ってほしくないんですよ、うん、だから圧倒的に勝ってほしいなと思ってるんですよ、ね、100対0ぐらいで勝ってほしい、そうそう、日本の野球の宿命のライバルはアメリカですよ、うん、はい、WBC でもちゃんと勝ってるし、そうですね、はい、そういうふうな構図でね行きたいなというふうに思うんだけど、もう 150% で来るからさ150% 来るからなかなかやっぱ難しいですよね、そうその圧勝するっていうのは、うん、だからまあ多分決勝でもかなりいい勝負になるんじゃないかなと、うん、だから韓国って日本と戦うって分かってたら、うん、その普段のペナントレースみたいなのも手抜いてるらしいのね、うん、日本戦のために調整してくるっていう、はい、うん、日本はそのそこに合わせて、そう日本はそのペナントレースのペナントレースで全力でやった流れで来るから、うん、だからちょっとやっぱ力の入れようがね若干ずれてるっていうのは、そうですよね、はい、いやでも日本も本当に若いいい選手いっぱいいますよね、はい、今日の山本由伸とか、うん、山本いいね、あれはメジャー行くね、うんうん、僕吉田正尚本当すごいなと思うんですよね、オリックスの、はいはい、オリックスね、うん、はい、なんか打ち方が気持ちいいというか、はいはいはい、特にホームラン打った後のフォロースルーが気持ちいいというか、うん、お渋いとこ見てるね打ち方が本当気持ちいいんですよ、はい、吉田は、はい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 、だから本当になんかいい選手だなと、そう、うん、思いますし、はい、ちょっと今後も活躍してほしいなと、うん、いや本当そう思いますよ、うん、本当にねいろいろ思いますね、思うところいっぱい、まあスポーツは語り出したらいくらでもあるんだよね、うん、本当に山本五十六はいいっていう、はい、五十六はだいぶ昔の人ですよね、そうそうそう、